ずはこちらの、空っぽのケース、中身空っぽですね、このケースの、上にちょっと予言を用意しておきたいと思います。こちらですね、こちらを使います。畳んである、四つ折りの赤いカードですね。では、お客様にまずカード1枚選んでいただきたいと思います。裏向きで選んでいただけますか。はい、では選んでいただいたカード、私後ろ向いてますから表側にサインをお願いいたします。はい、ではマークと数字、そしてサインをしっかりと記録したら返してもらいます。中に入れちゃいましょう。で、さらによく切り混ぜておきます。はい、これでお客様のサインカードがどこにあったのかわからない状態になりました。これからこのデック全体を私は背中に持っていきます。そして後ろ手でお客様のカードを探し当てて取り出すというマジックをやってみたいと思います。わかりました。これだと思います。ではちょっと見てみましょう。これが選んだカードですね。あ、違う。これじゃありませんか。そんな時はあらかじめ置いておいた4つ折りのカード。こちらをちょっと見てみましょう。なんとこの4つ折りのカードがお客様のサインカードです。